半合成あるいは部分化学合成は天然資源から単理された化合物を出発物質として使用する化学合成の一種である。これらの天然生体分子は通常大きく複雑な分子である。これは大きな分子を小さく安価なビルディングブロックの段階的な組み合わせにより合成する全合成とは反対である。半合成は大抵戦具体分子が 構造的に複雑すぎる、高すぎる、前後性によって生産するのが非効率すぎるときに使われる。また、半合成誘導体が元々の生体分子を活性、安定性、安全性に関して上回ることもあり得る。天然資源由来の医薬品は大抵、天然資源の採取化、半合成的手法によって生産される。一つの例は、 バッカク菌培養液から管理されるエルゴタミンからの LSD の反合成である。パクリタキセルの商業的生産もまた反合成に基づいている。コーマラリア薬であるアルテムエーテルは天然に存在するアルテミシニーの反合成誘導体である。後者はラクトン元の存在のため不安定であり、ゆえにこのラクトン元は ボロヒドリトによる還元及びメトキシカによってアセタールに痴漢されている。ありがとうございます。